いいね。いいね、いいね。なんなん、踊りだけ踊りに来たん、この島に。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。石板のところに行って石板を見ろと。どこだ石板。あ、そっか、石板すぐそこか。まあいいや、とりあえずワープして、はい、で、はい、開拓レシピ目標すべて達成した。オッケー。緑の石板から強い力を感じる。またなんか変わる。おお、みんな来た来た。すごいじゃないアイナ。なんだか一回り大きくなった気がするわ。何が？フォフォフォ、やったのアイナ。もう来た。前にも話した通り、この石板はかつてのビルダーの意志。石板の求めに応じ、自分で考えて物を作ることで、ビルダーとして成長することができるのじゃ。ふんふん。破壊の神よ。あ、これ多分指導に聞こえとるやつかな。アイナ何か言ったか？破壊神指導よ。誰だ？多分周りには聞こえてないんじゃないかな。ビルダーの成長、それは破壊の神たるあなたの成長でもあります。で、これは一体誰？破壊の神だと？俺はそんなんじゃ。ものづくりの力を見て、あなたの中にほとばしる力を感じませんか？さっきなんかうってなりよったよね。うぐ、おお、指導がパワーアップした。素晴らしい力です。それが味方のうちはいいけど、最終的に敵になるんかな。やっぱりその力でビルダーを助け、この地でさらなるものづくりを進めるのです。ふ、そっち。あ、でもそれでよりパワーアップしろってことかな、指導に。お前は誰なんだ。私はこの世界を作りし者、そしてあなたに最も近しい存在です。誰？神様？破壊の神よ、私はあなたの復活を待っています。やっぱりそのためにとりあえず今は協力しとけってことやんね。どうしたのよシドウ、一体何があったの？よくわからんが、体から力が溢れてくるようだ。ますますアイナと一緒に戦えそうだね。何はともあれ頼もしいではないか。これからもアイナのこと頼んだぞ。ではアイナ、お主を次なるものづくりへと導こう。山頂の神殿まで来るがよい。アイナよ、我が輩たちはこの緑の開拓地をモンゾーラの民が住まうふるさととしたい。そうしましょう。モンゾーラの村よりも広いこの土地で自由に畑を作るんです。私、お料理を作りたいな。モンゾーラに作ってくれた料理部屋よりすごいのが欲しい。ドワッハッハ、我が輩たちはこれからここで暮らしていく。この地でのものづくりも頼むぞ。とりあえずは神殿に向かえと。開拓レシピ目標達成。次の、おお、何？むむ。アイナよ、どうしたのじゃ？まさかとは思うが、お主、この地にまだまだ物を作りたいのか？そりゃ作らんと進めんしね。フォフォフォ、お主は根っからのビルダーじゃの。仕方のないやつじゃ。では、この石板をもう一度調べてみるがよい。ん？おお、新たな目標が並んだ。こだわり、いろんな部屋レシピを作ろう。なんか出てないものもあるんやね。こだわり、レストランを作ろう。あ、これ、こだわりっていう部分はなんかその、そういうくくりってことなんかな。とても高い場所に部屋を作ろう。とても高い場所。草原をたくさん作ろう。森をたくさん作ろう。水場をたくさん作ろう。島の住人を増やそう。島に明かりを置こう。牧場を作ろう。畑をたくさん作ろう。いろんな料理を作ろう。なるほど、なんかいっぱいできたね。ふふ。ポッフォッフォ。改めて石板を確認したのじゃな。それがお主のこだわりか。あゆな、まだそんなに物を作りたいの？すごい物作りよくね。こだわりレシピとは面白いの。この島をそのこだわりレシピに従って、どんどん開拓していこうというわけじゃな。こだわりというのは時間のかかるもの。今すぐやらずともよい。お主がやりたい時にやってみるのじゃ。では、新しい物作りについては神殿で教えよう。まずは神殿に来るがよい。あ、来いと言ったのに、いつになったら来るねんって感じで引き返してきたってこと？
新しいものづくりか。こだわりってやつとは違う新しい何かなんだな。開拓レシピをやってみよう。たくさんの開拓レシピをひらめいた。空っぽ島の開拓に悩んだら開拓レシピを達成してみよう。それはあれなんかな、もう自分の自由。何指導なんか。白爺のやつが山の上の神殿に来いって言ってやがった。どうする、行ってみるか。まあ行くやろ。ルルもついていくわ。これからのことも聞いておきたいし。それじゃあ、あいな、ルル。三人で白爺のところに行こうぜ。了解。なんかそのこだわりレシピのやつは、あれなの？設計図みたいなのはないってことかな。ってことは全部自分で作らんといかんってことか。設計図なかったらみんな作ってくれんもんね。ひえー、大変。超大変。改めて石板のお題をよくとこなした。見事であったぞ、ええな。この島はお主の島じゃ。これからも仲間たちと共に好きなものを自由に作っていくがよい。そのためにもじゃ、最初に教えた掲示板に続いて他のビルダーと交流する方法を教えよう。お、マルチ？これでできるようになるのか。マンホール、あれ。別の世界、別の時間にいる同じ志のビルダーたちと交流し、共に物を作るのがオンラインモードじゃ。おお。ここはお主が島に来た時、指導と共に大ネズミに戦った洞窟。この場所こそ、ビルダーを呼んだり、他のビルダーの元へ行ったりする玄関口となる場所なのじゃ。あ、え？そういえばなんか、え、モンゾーラにもこういうとこなかった？あったよね、多分。なんか調べてみたような気が。あれ？空っぽ島やったんかな？確かに調べたけど、今はまだ何もできなさそうだ、みたいな感じの文字が出てきた気がする。なんなんそのダンス。マジ可愛いんやけど。今のお主なら、このビルダーの扉を開けるはずじゃ。洞窟へ行き、扉に触れてみるがよい。いいね。いいね、いいね。なんなん、踊りだけ踊りに来たんこの島に。さよなら。帰ってった、みんな踊るだけ踊って。このビルダーの扉の周りをナイスに飾れてておくと、島に来てビルダーを驚かせられようぞ。あ、そういうか、あ、そういうね。なるほど、なるほど。話はよくわからなかったけど、他の場所から仲間を呼んで、みんなで一緒にルル王国を作れるわけね。他のビルダーの島に行って、指導帝国を移る参考にもできるわけだ。そいつは悪くない。仲間と物を作るのはこの上なく楽しかろう。必ずではないが、気が向いたらやってみよう。さて。そろそろお主を新たな知恵と導く時が来たようじゃ。お、新たな島？船着き場の船長と話してみるがよい。急ぎ浜辺に行ってみるのじゃ。地図に目的地が表示された。オンラインモードについて詳しく話を聞きたければ、もう一度わしに声をかけるんじゃぞ。了解です。友達とマルチプレイ。旅の扉を使うと自分の空っぽ島に友達を呼んだり、人の空っぽ島に遊びに行けるぞ。オンラインに接続する必要があります。まあ、ということやから。あ、これやこれ。すげえ開いとる。さあ、新たな島に行きましょうか。ってことで、船着き場に、ワーク。はい、到着。あ、そういえば手紙が届いたとか言わんかった？ヒース。ハーゴン教団を抜けた私は、毎日ものづくりのことを考えています。そう。もはやものづくりこそ私の人生。私は日夜ビルド教を広め歩いています。湿地帯にいたトマト好き多くもビルド教に入ると言っていました。マジか。私はモンゾーラでものづくりを広めながらあなたのご活躍を祈っています。まあ、確かにこんだけ情熱あったらね、ソフィーが、ヒースさんが暴走してると、言うよね。アイナさん、ちょうどいいところに来たでやす。以前お話しした、まだ見ぬ大きな島への航路をとうとう見つけたんでやすよ。どうやらその島はオッカマルという島のようでして、賑わう鉱山の島だとか、あ、言おったとこや。フォッフォッフォッ、そうじゃそうじゃオッカマルじゃ。オッカマルは金銀財宝で溢れかえるロマンに満ちた島。そこでなら金や銀、銅などの新たな素材に新たな仲間も見つかるじゃろう。オッカマルから鉱石を持ってきて、新たな建物を建築すれば、もっともっと島が一人で賑わうぞい。悪くない。アイナ、準備ができたら、そのオッカマルって島に行ってみようぜ。それにの、その島にはとてつもなくたくましい体のワイルドな美男子たちがいるそうじゃ。え、それ美男子？本当に荒くれ者とかじゃなくて？
では、空っぽ島でのものづくりを堪能したら、新しい冒険に出発するがよい。あたりの海域は調べが済んでやす。オッカムル島に行っても、いつでもここに帰ってこれやすよ。さあさあ、アイナさん。新しい島に行きたくなったら、また声をかけるでやすよ。じゃあ、行きますか。アイナさん、どこに行くでやすか？おー。オッカムル島に行けるようになった。じゃあ、この辺の素材島が、そのハートが必要なやつで、普通のこう、ストーリーに関係あるでっかい島は、普通に行けるってことか。はい、オッカムル島に、行きます。ただし、足の船は大きくないんで、この島で集めたものは置いていってもらいやす。新しい島で裸一貫で頑張るでやす。保管用の袋に持ち物を預けた。アイナ、いよいよ新しい冒険に出かけるのね。どうか新しい島で、新しい素材と新しい仲間を見つけてきてください。いつの間にみんな。この島のことは我が輩に任せよ。大船に乗った気で小船に乗って行ってこい。モンゾーラのことを考えると、その島も一筋縄ではいかなそうすけど、必ず無事に帰ってきてくださいっす。アイナ、あなたの代わりに、ルルが島のみんなを監督しておくわ。思う存分、新しい島を冒険してきてね。さあさあ、船に乗るでやす。すぐに船を出しやすよ。了解。金銀財宝か。いや、財宝じゃないんか。金銀銅か。いや、楽しそう。いいね。新たな島。今度の島はちゃんとまた人がおると。どんな感じやろ？錆びれとんかな？お、着いた着いた。オッカムル、渦漏れた黄金鏡。なんかすごいな。崖の形超綺麗じゃない？あ、なるほど。なんか砂漠？サボテンとか生えとる。でも錆びれてはないっぽいね。ほう。ここが白 G のやつが言ってやがった。金銀財宝で溢れ返る島か。あ、財宝であっとる？ずいぶん錆びれたところだな。あ、錆びれてるの？こんなところで俺たちの島の仲間や鉱石なんて集まるのかよ。いつでも空っぽ島に帰れるように、今後はここでお二人をお待ちしやす。帰りたくなったらいつでも来てください。了解。ん？なに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 ？なんだこの揺れは。あいな、この島にも何か秘密がありそうだな。早速あたりを調べてみようぜ。何？もういきなり火山とかじゃない？違う？でもなんか設備はいろいろ整ってそうな感じするけどな。どうなんやろ。とりあえず旅立ちましょう。これは何？何？お？トロッコ？あいな、モンゾーラはジメジメしていたが、ここはカラカラでやけに暑いな。トロッコの、なんか線路みたいな。なんだあれ。この島にも何か秘密がありそうだな。うんうんうん。多分これを辿っていったら、お、どこへ行けばいいのかしら。これ上上がっていけばいいんかな。あ、はしごとかあるやん。うんうんうん。あれあれこっちか。これ上に上がっていけばいいんかな？すごいな、なんか要塞みたいな。ね。やば。どこかしらに人がおるんじゃないかなと思うんやけど。いないんでしょうか。さっきからなんかテクテク聞こえるんよね。誰が歩きよる音？敵かな？別に歩きよる音ではないんかな。この上とかになんかあるんじゃない？あっ！え、なに？大きい槌がいっぱいいる。ちょ、待って。ね、大きい槌、もしかしてここ、敵これ。え？敵なんかな？あ、敵やわ。めっちゃ普通に敵やわ。なんかあれよ。リリパッドとか、オオネズミみたいな感じで。話せる種族なんかなって思ったけど、違うね。普通に敵っぽいね。あ、人がおる人が。ほら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 、人おるよ人。あ、あれは？ほら、やっぱり荒くれ者やん。何がイケメンやねん。ふざけんな。はっ。どうしたどうした。あなた見かけない顔ね。この島には長居しない方がいいわよ。
なんで？今は話しかけられないようだ。え？どうしたの？敵対してるの？てか何？バー？おしゃれだな、おい。建物ないけど。え？え？どういうこと？泣いてるの？何が起きてるんすかね、ねえ。え？何？あ、ここが拠点になるってことやね。金が置いてある。ふんふんふん。あ、ここ、一応町なんかな？眠る場所はありますか？ほら、なんか音楽が微妙に切り替わった。多分ここを拠点にしていろいろとやっていくんであろうけれど。階段とかもいろいろあるし、迷子になりそう、私。普通に言うけど、迷子になりそう。何？ここ、何があるの？うっと。でも、あ、なんか、あそこしか人おらんのかな？ね、どうなん？あ、寝床ありやん、寝床。ふんふんふん、なるほど。なにこれ？トイレ？トイレじゃないこれ。うん、ハイテク。トイレあった、ちゃんと。ま、てことで、ま、次からここを拠点として、いろいろとやっていきましょう、ということで。はい、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、とりあえず私ね、寝る場所を確保したかったけん。あ、よかったよかった。ちゃんとあって。ここからどうなっていくか全くわからんけど、ね。